クリスマスプレゼント交換をします。おっきいけんね。良い子は早く寝ないとサンタさん来ないぞ。シャン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 紙ナプキンプレゼントだ。シャン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 。このチャンネルは僕が今気になる話の種になりそうなものをダンサーならではの視点でいろいろチャレンジしていくチャンネルです。皆さんメリークリスマース。召喚ビャー。メリークリスマス。メリークリスマス。うんこです。メリークリメリークリスマス。うんこですっていう人初めて聞いた聞いた。もうすぐクリスマスということで、はい、今日はちょっとクリスマスっぽい企画をやりたいなと思うんですけども、ちょっとね急遽昨日2人に連絡して、マジで昨日ちょっと明日 YouTube 撮りたいんだけどあのとあるものを持ってきてほしいって言ったんですよ、はい、で今日何をやるかと言いますと、クリスマスプレゼント交換をします。まあ、定番だよね。定番じゃん、プレゼント交換って。ウケる3人。そう。ただ、その買いに行く暇もないし、昨日の夜にもみんなに連絡してね。だよね。家にあるもので。だから家にあるもので、自分はもうぶっちゃけいらないんだけど、うん、まあ、人にあげたら喜んでもらえるんじゃないかなっていうものを持ってきてほしいと。はい。選んできましたよ。選んできた？選んできました。時間ない中、選んでくれました？はい、まあ、まあ、この2人なら欲しいかなっていうやつを。あ、俺もね、はい、そう、うん、この2人ならもらったらもう少しは喜んでくれるみたいなっていう本当に、うん、俺は、ね、いらないのよもう本当大ちゃんもそんな感じ。いや俺はあのここの もしどっちにあげても、うん、3人楽しめそう、うん、おお、みんなでなんかできる系ってことだ。桃鉄桃鉄ではないでしょ。桃鉄ではない。はい、ということで、プレゼント交換してんだけどさ、はい、こういうのって大体くじとかなんかいろいろそういうのあったりするじゃん、うん、何も用意してないの、うん、もうさ、うん、はい、ね、これ回すだけ。でも俺ちょっと俺1個やりたいのがある、うん、1個やりたいのがあるんだけど、はい、あのしばらくさ、うん、大人になってからあの枕元にクリスマスプレゼントプレゼントプレゼント枕元にクリスマスプレゼントクリスマスプレゼント置いてあるなんてことないじゃん。いやいや、クリスマスの大統領はいないから大体枕元に。そう、あの枕元にさ、うん、こう出てたらクリスマスプレゼント置いてあって、うん、来た時にさ、はいはいはい、あったっていうあの感動ってやっぱ未だに忘れられないわけよ、うん、あれを味わいたい。なるほど。なんで、はい、こう決まったらプレゼントを誰のもらうか、うん、はい、ここに寝て、あ、なるほど、ね、その枕元にそっと置いてその開封する様子をね、うん、はい、に聞きたいな。素直なリアクションをそこで初めて、なるほど、子供の頃に戻ったような感じでやりたいなと思うわけですよ。プレゼント交換があり、その後アクティングコーナーがあり、そうそうそう、アクティングサンタクロースからのプレゼントシーンを撮影して、そうで、もらった時の素直なリアクションを見ていきたいなと思います。オッケーです。なんでじゃあまあじゃんけんする。そうね。でじゃんけんして勝った人が誰のをもらうか選ぼうよ。もう最初に受ける。うん、そうね。そう、まあでもつってもあれだよね、一人が勝って例えば大ちゃんが翔平くんで選ぶとするじゃん、うん、したら翔平くんはもう俺のしか選べない。そうだね、必然的にそうなる。そう、オッケー。勝った人が選ぶ。勝った人が選ぶ。あ、そうだ。ごめんね、あの時間なかったからさ全然ルール定まってないじゃあさ、先にさ、うん、あのプレゼント見た目見る。見た目をちょっと外側見た、外側をちょっと見た方がいいんじゃない。黒とかも全部家にあってる。はい、はい、私プレゼント。あ、大ちゃんのめっちゃプレゼント、はい、すごいプレゼント感ありますよね。ちゃんとしてる。これね、ボロボロの紙袋に入ってるんだけど、まあ、サイズ感としては割とあるよ。そうね、私はみんな大好きユニクロです。最高え、これでもどれも良さそうだ。うん、じゃんけんしましょう。じゃんけんしよう。これをじゃあ最初はグーじゃんけんぽい。おっ、翔平くんがあった。え、じゃあ翔平くんが選ぶこと、どっちのもらうか選んで、もう全てが決まる。そうだね、カズキにしとこうかな。おっきいな、おっきいな、けんねってことは、あ、だから俺が選んだから、そっか俺が大ちゃんのもの。そうそうそう。あ、なるほど。はい、はい、そういう感じでプレゼント交換してて。よっしゃ。じゃあまず、はい、翔平くんに寝てもらって、はい、オッケー。俺がプレゼントを、俺がじゃない、違う違う、そうそう、サンタさんがプレゼントを届けに行きますんで。そうだね。じゃあこれちょっと待ってもらって、私がじゃあここで寝てますね。ほっほっほっほー。翔平、良い子は早く寝ないとサンタさん来ないぞ。サンタさん来ないぞ。
シャンシャンメリークリスマス。シャン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 おじさんや、リハしてるっておじさんや。いやいやいや、今日はクリスマスだ。もう俺のとこなんてサンタさんなんて来て、サンタさん来てくれてる。大根なんだこれ。サンタさんかっこいい。人生に野遊びを。渋い渋い。なんだ、えい。わんぱく、わんぱく、楽しそう。紙ナプキン。サンタさんが紙ナプキンを。あれ、テープがついてる。なんだこれ。開けるぞー。よしよしよし。紙ナプキンは後でスタッフがしっかり使わせていただきます。え、でもあんなだってでかいの。うおー。え、本当にいらない？これはいらない。あー、うわー。うわー。うわー。でもこれいいでしょ。いい。キャンピングクッカーセット。いやでもこういうテンションかも。これですね。うわ、あの俺キャンプにハマってるって言ったじゃないですか、はい、キャンプハマりたての当初に買ったんですよ、うん、なんだけど間違えて2個買っちゃったの。で返品リクエストしたら返品、うん、受け付けてもらえなくてどうしようかなと思って今日だ。うわーすげー。で2人はね最近キャンプハマってるから。そう、これめちゃくちゃ嬉しい。確かに家でも使える。やべえ、今ごめん、プレゼント変えたいわ。持ってきたプレゼント変えたいわ。いいね、家にあるものだから。ちょっと待って。ちょっと、じゃあ俺、次俺っすかね。次大ちゃんが寝てる。寝てる。寝てる。あ、そうだね。はい、そうしよう。佐藤大輔くんとかも寝てる。これ、いかなんばいかんばい。おっと、ね、俺のサンタも。サンタが来たけんね。今年もいい子、いい子あったけんね。プレゼントもやるばい。めっちゃ喋るやん。こら、起きた。たまぐっぱい、この子は。もう起きちゃう。もう起きちゃう。よいしょ。起きますよ。今年も、よかっこやったね。わぁ、ほっこりする。ほっこりする。それではサンタは帰ります。ね、カメラ知ってんのかい。コッケコッコいや帰ったいって言った理由が分かる。何ですか、見せてください。いやでも、え、でも、うん、え、これ1個じゃないの。え、何、え、これなんすか。え、これ1個っすか。ん、全部全部マジ。ね、そんないっぱい入ってるの。え、なんか、あ、出た、きーちゃん、翔平くんのブランドの洋服聞いたー。ちょっとあの白と赤とピンクでクリスマスっぽい感じ。確かにクリスマスっぽい、はい、クリスマスるやつ。これとですね、とまだ他にもある、はい、あります。2つで、これセットセット。え、あ、なるほど。何ですかそれ。なんかでっかい、これキャプテンスタックのでっかいタピオカの、火起こしの時に使う送風機です。あー、送風機。あ、やばー。いいじゃん。スイッチ入れると風が来る。そう、これで焚き火の時に火を、燃えを良くしていただくってやつですね。めっちゃいいやん。すごー。そう。ありがとうございます。いいなー。いいクリスマスプレゼントやん。これをね、大ちゃんのが楽しみやな。メリークリスマス。今日は12月24日、25日になる前に寝ようと思います。おやすみなさい。こんばんは。うんちサンタだよ。コッケコッコー。ああ、昨日は飲みすぎたな。おっさんじゃん。ちょっと頭がぼっとするけど、今日は。ああ。すっごいわかりやすい。ママ。ママ。わかりやすい。サンタさん来た。ママ。何
早く開けて。うわぁ、なにこれ、プレゼント袋包んであると思ったらここパッカって開いてる。どういう状況？それ袋に入ってると思ったら出しやすい状況、つけちゃうから。そうなの？なんかすごいしっかり包装されてるんだけど。何ガチモノのガチなやつ来た。ガチ中のガチ。ですね、見えるかな、 LED プロジェクター。ガチモノのガチねえ。なんで、なんで。いやこれお勤め、そういうとこに。いやこれ僕も一緒で買ったんすけど、うん、なんか使ってないの。いや使ってないし、いやなんかもう一個なんか、うん、いるんすよこれ多分。コンセントみたいな、うん、で携帯つないで携帯の映像をバンっていけるんですよ。HDMI とかそういう接続系があって、そうのやつがなくて、おうちあるある。だからそう2人なんか持ってそう、うん、持ってる HDMI 持ってる。すげえ、これすごこれさ、うまくやればキャンプでも使えるんじゃない。そうなんですよ、うん、俺スクリーンも持ってんのよ。あ、そうなんですね。そう、ただ持ち運ぶ用、家でプロジェクト1個使ってんだけど、うん、こっちの小型のやつの方が持ち運べるから、そうだからめちゃくちゃいいじゃん。そう、2人、うん、いけんじゃないと思って、みんなで見れるし、しかも。ありがとうございます。めちゃめちゃいいじゃん。何今回のプレゼントとか、レベル高くない？昨日言った割にレベル高いわ。すごいじゃん。いや、これ本当に困ってたんですよ。これどうしようと思って。ありがとうございます。はい、使ってください。じゃあ、おさらい。はい、僕から翔平くんへ、キャンピングクッカー S セットバッグ付き。いいですね。いただきました。そして、大ちゃんから、あ、違う、翔平くんから大ちゃんに。はい、キャプテンスタックの空気入れと、空気入れ、はい、ルーム404ザ・ボトファンドのパーカーでございます。そして大ちゃんから、俺にはちょうどいいサイズの LED プロジェクター。イエーイ。これもう、あれだね、レベル高くない？全員、キャンプになりすぎて、キャンプを見据えたチョイス。そうそうそう。キャンプを見据えたチョイス。自分にも得があるよ。そう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 。なんかね、だからもう送風機を出したから、焚き火の時大ちゃん頼むよ。で、なんかちょっと作ってって言って。俺やるから。で、夜の楽しみになったから。もう、みんなで使おうって話ですね。そう。ということで、皆さん、即席でも、クリスマスプレゼント交換はできるので、仲いい友達とかやってみたらいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。良いクリスマスを。メリークリスマス。